怖く。だから結論が来ないと、あの未来がやってこないんで、月曜日があるから最高な未来が。うるさい音楽で俺を、多分うるさい音楽で世の中は変わらないかもしれないが、うるさい音楽によって我々の世界は変わったし、おそらくここにおる人の中でもすごい人が大多数だと思うんですが、可能な限り生き続けて、あり続け、演奏し続けていきたいっすや。これは